釣りライフ、トモハルキです。本日が6月2日火曜日の5時13分でございます。というわけでね、今日は外にいるんですけれども、何をするかと言いますとですね、何かをするんです。まあ僕去年の夏頃にスケボーにハマりまして、スケボー自体は小学生の頃にちょっとおじさんにね、滑るぐらいを教わったぐらいでやめてたんですけど、去年の夏にね、もう一回やってみっかと思って眠っていたスケボーを引っ張り出してきて、友達とかと遊んでいたんですよ。でその時にね、スケボーをちょっと新しくしちゃおうと思って、もうモチベがグワだったんでしちゃったんですけど、その買えよっつって通販で買って届いたぐらいに飽きちゃって、でちょうど夏休みも終わって学校も始まっちゃったっていう感じで、全然ねやれてなかったんですよ。そっから10ヶ月経ちまして、最近ちょっとねまたスケボーしたいなっていう気持ちが芽生えてきて、せっかくなら動画にしようということでですね、今日はその去年の夏に買っておいたスケボーのコンプリートを今日セットアップしていこうと思います。そういう動画でございます。でまあ組み上げて、その後にまあ軽く滑ってみてっていう感じで動画はね一回終わろうと思うんですけど、またその後ある企画を思いついてるんで、まあこの動画見終わって多分後日上がると思うんで、そっちも見てくれればいいなと思います。いや今日は気温がなんかいいですね。26度ぐらいです。ちょうどいい。というわけで今回は約1年ぶりにスケボーをやっていきたいと思います。自由にやっていこう。じゃあちょっと記憶が曖昧で申し訳ないんですけど、去年買っていたパーツを紹介していこうと思います。まずはデッキ、はい、こちらこれでございます。かっこよくない？めっちゃいいじゃん。見えるかな、デッキのメーカーはマゼンタってところのやつを買いました。インチは8インチで、男が乗るには一般的なサイズだったと思います。で後ろはこんな感じのデザイン、ユニセックスな感じで、女の子が乗ってても全然違和感ないような感じですね。でこっからがね、こっからが問題なんですよね。この中にね全パーツが入ってるんですけど、当時調べながら買ってました。ただ1年間経つと人は忘れます。あくまでも初心者なんで、優しい目で見てくれるとすごくお母さんが喜びます。今回はパーツ全部カリフォルニアストリートっていうスケボー通販で購入しました。まずはウィール、スピットファイヤーのウィールでサイズは52を買いました。まあなんかこれも調べて一番一般的なやつを買いました。デザインもカラーがなんかいろいろあったんですけど、まあ白が一番無難かなと思って。これ良くない？なんかうん、可愛い。いいよね。うん、あのさ、ファインディングニモのさ、ニモが飼われてる時にさ、女の子がさ魚にあげる餌があったよね。うん、あった。次がトラック、これどこだっけな、あ、全部書いてあるわ。優しいね、やっぱカリフォルニアストリートは優しいですね。はい、トラックはベンチャーのトラックを買いました。これも大有名大無難なトラックのブランドなんですけど、高さがね 5.25、 これ高さだよ、多分高さだと思うんですけど 5.25 って書いてあって、多分ねローを買ったと思います。ハイはまだ早いかなと思ってローを買った気がします。次はビス、こういったカラーのビスを買いました。これはあれですね、トラックとかそういうもろもろを板とくっつける部品ですね。まあ俺らしく水色で。そんで最後はベアリング、ベアリングはボーンズのベアリングのレッツを買いました。もう全部今回はだいぶなんです、初心者が始めるってことなんで、全部本当に無難なやつを揃えました。でグリップテープはどこのだっけな、ジェスアップかな、ここです。というわけでこれらのパーツを全部組み合わせてスケボーをセットアップしていこうと思います。スースースー、早速やっていこうと思います。いや僕もね一から組んだことは本当になくて、ずっとね MDA スケーターさんのセットアップ動画とか見てある程度の手順を覚えただけなんで、ちょこちょこ確認しながら行きますけど、もしかしたら間違えてるかもしれないです。どうしようかな、これ線入れた方が前後分かりやすくなるんですよね。線入れますか。これね切るの難しいそうなんだよね。あ、いけそう、いけた。そしたら、いてーいてー、だいたいこれぐらいで貼ります。よし、はい、オッケー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 、今んとこいい。こっちが難しいんだよね、長いから。よいしょ、大事よね。やべえ曲がった、やべえ危ねえ。シール剥がすのめんどくさかったらここにシール見えちゃってるけど、それも初心者フリーライフ。
行けた。第一関門突破。削っていきます。なんか謎の虫がここに、俺より先乗り上がったこの虫が俺のスケボーに。オッケー。したらカッターで切ってきます。あー無事、ここが作業が一番無事。あー難しい。ここマジむずい。オッケー。いやこの作業思ったよりむずい。余ったデッキテープでなじませます。というわけでデッキテープ貼り終わりました。まあでも初めてにしてはなかなか上手くないですか。あーいい水色。通し終わった。トラックをつけていくんですけど、確かこれもね前後があったんですよ。ググります。このキングピンっていう部分がお互い内側に向くようにつける。ボルトを締めます。ここむず。いけたー。いけたけど絶対これネジとかボルトに良くないから、しかも若干緩いし、あの初心者の方スケートツールのみじゃなくてちゃんとあのこういうなんていうんだっけ、これも買った方がいいです。変わってくんない。いいよ。え？うまくね？そんなスルスルいくの？うま。ここ押して、あ、大丈夫。おい、めっちゃうまいじゃん。ありがとう。ありがとうございます。はい、ということでやっとの思いでトラックがデッキにくっつきました。いや、もうスケボーっぽくなってきたよ。ということで、あとはウィールたちをつけていくんですけど、先にこのベアリングを取り付けます。おお、なんかすごい。あ、ステッカーついてるけど、このステッカーは絶対に合わないよね。こうやって両側にはめていきます。かっこいい。力技だな。いや、そうよ。なんか自分のデッキが出来上がっていくの面白い。したら入れていきます。いや、もう完成間近ですよ。これきつすぎてもね、ダメなんですよね。こんな回らないもん。ベアリングが押し込み切れてないパターンか。ちょうどいいかも。OK。ここら辺なんか、間違ってるよってあったら教えてください。それは何？なんだ？ベアリング向きあんの？あれ？あれ？だって今グッてやったらなんか直ったよ。スケボーわかんねえよ。詳しい人はわかんのかな、今の何が起こったか。まあとにもかくにもつけ終わった。オッケー。はい、というわけで現在の時刻18時16分、1時間かかりました。カメラマンありがとう、付き合ってくれて。ありがとうございます。ということで俺のニューデッキ完成しました。一滑りしてみたいと思います。いきまーす。
いいね。いいね。後からこう色合い見て思ったけど、ビスは青じゃん、デッキは茶色じゃん、黄色と緑と赤なの、色うるさすぎる。というわけでこれからこいつ使ってスケボー上手くなっていこうと思います。というわけで今回の動画は以上でございます。動画いいなと思ってくれたらチャンネル登録とグッドボタンとベルボタン、通知ボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。